はい。ハッピー世界線の皆様、こんにちは。竹千代です。今日も手帳タイムをしていきたいと思います。昨日ですね、アクロイン機の話をしたと思うんですけれども、こちらですね。ラミーのピコですね。私がいつも使っている、この素晴らしい、もう名品と呼ばれる、こちらのラミーピコね。すごくもうこの収納時はもう手のひらにもう完全に収まるようなサイズ。私なんてもうこの手のさ、このさ、腕と、 なんか手のひらのこの付け根のあたりから、ここの指のさ、ここのね、付け根のあたりぐらいまでしかないんですよ。で、M5 サイズのリフィルよりも、なお小っちゃいっていうね、こちらなんですけれども、ただノックすると、こうやってグニーンって伸びまして、このぐらいの長さになって、 えーとめちゃくちゃ筆記する時にね、えー、と書きやすい持ちやすいフォルムに変形してくれるっていうねこちらの名品なんですけれどもこれのね、まあ、唯一の、まあ、欠点というか唯一ここだけかなっていうのがレフィルね このボールペンにもともと入っている、そのピコ純正の専用レフィルなんですけれども、これがまあね、第一画目のかすれとか、あとはちょっと乾きやすいとか、いろいろあったんですけれども、昨日アクロインキっていうパイロットから出ているね、こちらのアクロインキですね、それをたまたまこう入れてみたら、なんと、 全く問題なくこう動作できたっていうことで、昨日からもうこのピコさんはアクロイン機搭載のピコになっております。なので本当にね、ストレスがね、もう減りました。めちゃくちゃ減りました。今ま、やっぱりさ、書くときってさ、 あのたまにしか使わないとかだったらまだしも毎日毎日使うものとかってその第1画目が出ないっていうのはその毎日使う人にとってはねちょっとしたストレスになると思うんですよなんですけれども、えー、今回アクロインキをこう入れたことによってもうそれがね解消されたのでもう私はですねハッピーライフですよ <laughs> もう全然全く問題なく書けるっていうことで今とってもね幸せね でございやすということでじゃあ今日はねちょっと hb かける w 英語の方にちょっとペタ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 ,ペタとしながらえーとこの間ねてんくんの桜との写真を撮ってきたのでそれのね、えー、デコっていうのをねしたいなと思いますまあ、hb かける w 英語はもう前々から言っておりますがこうシールとかをさめちゃくちゃ貼ったとしてもなおね、えー 筆記面積があるとってもありがてえサイズなんですよ。よいしょ。私が今ね一番これがあったらいいのになって思うのはミニ6のスクエアなんですけれどもミニ6スクエアあったらめちゃくちゃいいよね。あの M5 スクエアっていうのはえプロッターから出ておりましてイベントとかでね販売していたりとかあとは。 うんと、まあ、抽選、今、抽選販売のかどうなの忘れちゃったけれども、そうやってね、出てたりとかするんですけれども、まあ、ミニロクのね、スクエアっていうのはね、ネットで探せば海外のやつで出てきたりとかするんだけれども、えっ、ー、と、国内では出してるところありませんで、なんで出さないんだろうね。私、ミニロクのスクエアなんてあったら絶対買うけどね。 そうそうそうまあリフィルとかさそういう問題があるからなかなかねえー、っと何 そうリフィルとかあるっていうのはさ何かっていうとやっぱりその手帳の新しいサイズを出すっていうことは必ずリフィルを出さなきゃいけないんですよ。あの M6 ナロうねミニ6ナロう、ね、趣味分かけるアシフォードで出してる趣味分の独自のサイズですねミニ6ナロうってねそれに関しても一応グラフィー色の無地とあのグリッドっていう方眼用紙の2種類が、ね、出てるのね、まあ、そんな感じでリフィルは何かしらね出さなきゃおんないんですよ でただ、そうやってなってくるとやっぱり紙のリフィルってさ多分1回の注文の量のロットってすごいと思うのねもう何百っていう数だと思うんだけれどもだからそうやってその新しいサイズを出すっていうことはその使う側の、ね、ユーザーの、えー、何やっぱ使,使うには、ね、紙が必要じゃんだからそういうのをやんなきゃいけないから新しいサイズを出すっていうのは、ね、めちゃくちゃ大変なことなんですけれども。 でももうさ,もうさミニ録なろうみたいにさこっちでさやれることやるからさ、まあ、とりあえず無地のリフィルとかそのだけ出してくれればいいからスケジュールとかトゥードゥーリストなんてこっちでやるからさだから出してくんねえかな <laughs> っていうね <laughs> もうそういうなんかそこら辺のさもうほんとトゥードゥーとかで自分でやれそうじゃんそんなん。 やれるから、ミニ六のさ、だってミニ六スクエアっていうことは、ミニ六のリフィルは使えるっていうことだから、だからミニ六のリフィルでどうにかするから、とりあえずその無地とか、あの、砲丸とかドット方眼とか何でもいいんだけど、そういう、えー、っと、最初のもう本当基本的なね、 やつだけちょっと作っていただいて、あとはもう自分たちでやるからっていう感じで発売しないかなとね、本当に思っております。マジで欲しいミニ6のスクエアって。本当か、あの、海外系のさ、そのサイトとか見ると普通にあるのね、そういうのって。なんで、 あのー、ほんとさなんか今度何そ中国行った時にねまあその売り場がどんななってるか全然分かんないけれども多分どうなんだろうねツタヤだからそんななんていうの怪しいものっていうのは全く売ってないと思うんだけれどももしその中でさそういうのがあったらさ欲しいよねそしていくら持っていけばいいんだっていうね現金をね <laughs> 今もうほんとさ えっと、中国はほとんどキャッシュレス化になっていて、まあ、アリペイとかね、そういうのが普及し今、日本でいうとこのペイペイだね、その普及しすぎていて、大体みんな多分現金を使わねえところがね、増えてると思うんですね。 大体もう何,何するにしてもそこからあの、何、払うっていうようなね、文化になってると思うんですけれどもえ、私の方はですね、まあそういう、アリペイとか今ね、普通に日本の銀行と紐付けもできるのね。だから、やろうと思えば、あの、 銀行っていうか、まあ、クレジットカードよね、紐付けできるから、やろうと思えばそのままさ、ダウンロードしてできるんだけれども、ただね、ただね、どうなんだろうね。わ <laughs> からん。私にはわからん。だらとりあえず、ま、クレジットは持っていくとして、持っていくとしても現金をさ、いくら換金すればいいんだろうなっていう問題ね。ま、なんか買うとしてさ、その、 今多分、日本、日本、円安でしょきっとおそらく。多分今ね、2万円分を、例えば、現、人民元にしたとしても、いくらいなんだろう ?1 万、7千円になればいいぐらいなのかなどうなんだろうね <laughs> 多分、そのぐらいなんじゃないかなと思うんですけれども、そう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 ,そう。円安の影響たるや、恐ろしいものがあるよね。よ えっと、今、チェキをちょっと出します。あ、こんな感じでね、ちょっと撮ってきたんですよ。こんな感じで。めちゃくちゃ可愛いでしょこのぐらいしか撮ってないかな。あ、このぐらいしか撮ってないよ。よし。ということで、最初の明るめの写真の方がなんかいいか。これをちょっと1枚ね、チェキしまして、 チェキはねちょっと今持っていこうか本当に迷ってますねちょっとここら辺に書いておくか何を持っていけばいいんですかっていうね私は何を持っていけばいいのかもう HB×WA5 ってほんと使いやすいサイズなんですよだからさほんとこのスクエア的なさサイズがさもうちょっとちっちゃくなってくれればさあの昔あの星野桂天帝だったと思うんだけれども天帝がえっ、ー、とねなんか提案してたのが H ミニ 6?H ミニ6る w m 5っていうのを提案してて、これは何かっていうと、この高さがミニ6ね。高さがミニ6で、ミニ6で、この横の幅が M5? 横の幅が M5 っていうのをなんか提案してらっしゃったと思うんだけど、横幅が M5。 っていうのを提案してたと思うんだけれども、そうそうそう。そうあ、どっちだったかね、HM5×W ミニ6からちょっと忘せちゃったんだけど、とりあえずなんかそういうね、えー、っと、その小さいサイズの提案をしていて、私はもうこれめっちゃ欲しいなと思ったのよ。でもこのサイズで、あの、もう実、あのー、革のね、作家さんとかにお願いして作ってらっしゃる方もね、多数いらっしゃると思うんだけれども、ちょっとこっち、どっちかね、反対、反対かもしれないけれども、そう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 ,そう。 えだ、え、H、M5 かなどっちだろうな <laughs> 今さ、ミニ6のさ、リフィルもさ、M5 のリフィルもさ、ちょっとないかなかちょっと持ってくるわ。いと。いや、やっぱりこのぐらいかなうん。いや、ちょっと待って、W で M5 っと待って、<laughs> H が M6 で、Y が M5 だと、 これミニだろうってそ <laughs> したらね <laughs> ちゃうねこうだねこうだね違うわこれ逆だわ逆でしたすいませんこれはただのミニ六だろうですこれはただのミニ六だろうねあもうほんと快適あもうね書いてると全然違うのこのアクロインキがねこれはただのミニ六だろうですねよし HM5 だ HM5 W ミニ六だわ。なんかもうこれだけ見るとさ、え、何の暗号って感じなんだけれども、要はもう簡単なんですよ。一緒。これね。この逆よ。これただのミニ六なろうね。ミニ六なろうだから、えっ、ー、と、HM5 だから、今ちょっとこれでちょっと書いちゃうけど、大体のサイズね。H が M5 ね。 高さが M5 サイズ。M5 サイズ、まああのー、表記とかさ、言い方でさ、M5 とかマイクロ5とかミニ5とか言うけれども、別にどれも同じのを指しております。あの、M6、ミニ6問題もそうね。M6、ミニ6も同じものを指しております。で、高さが M5 で、横がミニ6だから、横がこのぐらいか。よし。 そう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 ,そう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 このサイズ感めっちゃ良くないそう別にあの四角ではないんだけれどもこのぐらいさコンパクトだとさこれ持ち歩きしやすいよねだ多分ペン合わせるとしたら本当 M5 に合うペンをねここに合わせるようになると思うんですけれどもこれマジ出ないかな本当に欲しいこれもう作ってもらおうかな今本当にそれを考えてるだってさ やっぱさ手帳ってさ持ち歩く時にさコンパクトってかなり大事じゃん。でじゃあ M5 持ち歩きゃいいじゃんっていうわけじゃないの M5 だとこの大きさなのねこうなんか30%カットみたいなさ大きさなんだけれどもこれだとちっちゃい時があるのよ特にだってここにさ穴があるわけじゃん。134すげえたくさんけどここにさ穴があるわけでしょ で,で横,幅がミニ6、ね、横幅がミニ6でしょでこれねもう M5 だとねここからここまでのその M5 サイズだとこれね M5 使ってる人とか使い始めの人とかはめちゃくちゃ分かってくれると思うんだけれども普通の普段のメモだったらあらかわいい普段のメモだったらさ全然この M5 サイズでね全、ま 全く、えー、と問題ないぐらいに足りるんだけれどもやっぱり思い出をまとめるとかさちょっとシール貼りたいとかなるとさ だってこれさ、普通に貼ったらさ、これ貼ったら終わりじゃん。これ貼ってここに書いたら終わりじゃん。だからそれ考えると、やっぱりこのぐらいのね、このぐらいのその HM5 で、えー、と W ミニ6だと、ここの幅がある分さ、だってここら辺にも書けるし、こっちもまだスペース書けるし、ってなるとやっぱりこのぐらいね、スペースが必要になるんだよ。だってこれ全然貼ってもさ、全然 OK じゃん。まあこれとこれ貼ったらもう終わりだけれども、 なんか、あと、細いシールね。細いシールとか貼っていただいて、貼っていただいて、こんな風にちょっとコラージュして、こんな風にやってね。そしたら、こことここもさかけるわけじゃん。うーん、だいぶ違うのよ、それだけで。だから今、本当に欲しいサイズですね。今、本当に欲しいサイズは、サイズは、HM5 の、 W ミニとこれ多分天帝がだいぶ昔ねだいぶ昔にそういうことをぼそっと書いていらしたと思うので私はこのサイズがめちゃくちゃ欲しいとこれがあったらマジで何にも文句ねえわだってさ M5 サイズだとチェキが入らないの、ね、よ <laughs> ギリ入るかな だこれだったらさ、ここにさ、貼ってさ、ここに一言さ、加えてさ、そのただのチェキシューにしてもいいわけだからさ、これちょっと作家さんにお願いするかな。てか作家さんでさ、革の作家さんで、あの、ここ作ってくれそうな人ってどなたがいるんだろう。私全然知らないのよ。革の作家さんで、こういうサイズ、作ってくれそうなね。作って くれそうな方は誰と <laughs> 誰ないと。これちょっと教えてほしいですね。いいじゃん。まあ多分調べればさ出てくるんだろうけどさ。ということでこういうね今本当に欲しいサイズってのはこのぐらいのサイズ感です。もうこれだったら持ち歩きはね本当にしやすい。あのちょっとしたお財布みたいなサイズ感だよね。このぐらいってなるとね。 これが欲しいめちゃくちゃ欲ししいいめちちゃゃくあの今ナローサイズをねこうして持ち歩いてるわけなんですけれどもこうナローサイズをね持ち歩いてるわけなんですけれどもこのぐらいっていうことだよね単純にねジャケットの大きさが単純にこのぐらいっていうことかな欲しいなーめっちゃ欲しいなーうわーいということで天ん貼っていこう天ん貼ったらさこれさ場所なくなるじゃん <laughs> ちょっと新しいところを作りましょうよしあこんな感じでいいか普通にさっきさ貼ってたやつにさチェキ貼ったらもうそれだけでもう面積終わっちゃったわえでこれにテープのりで貼り付けましてとこの動画はさ おそらく私の計画表によると、うんと、今日取ったやつは、あやっぱ今日プロテクターデコしようと思って忘れてたわ。これ逆だね。<laughs> 忘れてたわ。ちょっとプロテクターデコは今日ょの夕方取るとして。えっ、ー、と、今欲しいサイズ。これが多分17日ですね。17日にアップされると思うんですけれども。よいしょ。 何言おうとしたか忘れちゃったよあ、そう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 17日アップされると思,思うんだけれども今朝さ起きた時にさそういえばビザって 書類で発行されんのかなみたいな思って、あの、ビザ的なこともね、全部ね、やっていただいたんですね。もうビザのさ、今ね、中国行くのにビザ必要なんですよ。うん。前は、あの、ちょっとしたね、もうそんな2泊とかそのぐらいだったら、全然ビザとか必要なかったんだけれども、今何をするにしてもね、ビザが必要になってしまっておりまして、そう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 。まあ日本のパスポートってすごい強々だからさ、 結構な国がさビザなしで行けるんだけれども今中国はそのコロスケがあった影響でうーんとねもうビザがあの確実に必要な、えー、国になっておりましてそのビザのねスニーセとかも全部したんだけれども。 今朝ふとさ、そういえばビザってえ書類で来るんじゃないのかなと思っていろいろ調べたのね、そしたら今、大使館とかでやるとそのビあのパスポートの中にシールみたいな感じで貼られるみたいなね、いいこと書いてあってあ、じゃあパスポート確認しなきゃと思ってさっきパスポートを確認したらちゃんとね、パスポートの中にねそのビザのなんかシール、ステッカーですね、それがねもう貼られておりました。びっくりして あ、こんな感じなんだ、みたいな。てっきりさ、なんか書類とかさ、あとはなんか、電子のさ、何これ保存しといてください、みたいなさ、そういうので送られてくるのかな、とかで思ったんだけれども、普通にもパスポートの中にね、えー、貼ってありました。ありがたいですねあ。めっちゃね、綺麗なやつだった。すごい。 あれだったらなくさないからいいよね。普通に紙とかでさ、まあ、紙、紙ビザや紙ビザもあるんだと思うんだけれども、その紙でさ、渡された場合さ、めちゃくちゃ緊張するじゃん、それバッグの中にしまっとくってさ。<laughs> なんでね、もう本当によかったですね。えー、で、桜かける天んくんということで。桜かける天んくんということで。よいしょ。 た期をやりましょうかねほんとに快適あのもちろんねアクロインキといえど時に時にちょっとかすれることはありますよアクロインキといえどねだけどそんなねこのかき味とかも全部もろもろ含めてもうもう比べ物にならないほど快適ですめちゃくちゃ快適です なんで昨日の動画でもいたと思うけどもしねピコをね諦めてる人がいたらそのかき味うんぬんでさやっぱうん海外のより国内のかき味の方がいいんだよなみたいなね感じで諦めてしまった人がいたとしたらぜひぜひねこの機会をお試しください先日天君とお花見に行ってきましたともっと写真撮ったからちょっと待ってなんでこの1枚しかよいしょ やらなかったんだ私よちょっと待ちたまええー、っとどの写真がいいかなこれもやっとこうお花見をしてきましたとまあ初桜ですね天君にとってはね初めての 桜とてんくんのコラボにより私が大興奮っていうねでこれとよし今こっからね写真が浮き上がってきますから、ね、ちょっと脇っちょに置いてきますね私が大興奮とは大興奮 うん、しておりましたとこれやっぱドット方眼とかでもさやっぱり行に一つ書いた方がいいのかな今さ私さその方眼をさドット方眼をまるで無視して書いたんだけどさ結局さこの一行に沿って書いた方がさ綺麗に見えるんだよねえっ、ー、とちなみに場所は近くの神社ですと。 場所はあ,あ近所って書いちゃった近所の神社ですと神社ですよし本番にもさちょっと待ってセーブ張りたいのだあだん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 浮き上がってきましたねいいねよいし ちょっとこれをちょっと重ね貼りしましてでちょっとここに人なんて貼っちゃったりとかしてほ、うんといくら換金するのか悩みどころだわてかどのぐらい使うんだろうね一体全体そのマニーをさよしなんかさ日本でもさ今さあのね え PayPay とね、アリペイとか、アリペイだかどうか忘れちゃったんだけれども、提携してるのね、だから、中国の方が、えーと、その、アリペイで、アリペイでっていうか、その PayPay の多分、コードで、うーんと、アリペイから支払いみたいなことはね、おそらくできるのよ、普通に提携してるからね、けど、その PayPay、日本の PayPay を、あっちで、なんか、アリペイみたいにして使うことはできないのよ。 <laughs> なんかもうそんだったらさ、両国ちゃん、両国でさ、提携してくれればいいじゃん。あっちでもさ、PayPay ペイペイ的にさ、PayPay ペイペイが使えればいいんだけどさ、そう、こっちだけで、 ち、日本ではそのアリペイ的なやつがペイペイとして使えるんだけれども、こっち、あこっちからあっちは使えないっていうね。確かそんなだったと思います。確かさ、もう調べたのよ。一回調べて。え、ペイペイワンチャン使えんのと思ったら、いや、あっちでは、えー、使えないそうです。ということで、あっちの人がこっちでは使えるけれども、こっちの人があっちでは使えないそうです。<laughs> なんでなんでそうなのて意外にチェキーってでかいんだね。貼れないじゃんね、これで。<laughs> 金魚ですと、一昨日ですね。一昨日、一昨日の時点で見ごろを迎えていましたと、見ごを迎えていました。 あでもなんか写真についてはね動画撮らなきゃちょっとまあ動画まあいろいろ施設とかねなんかそういうのいろいろあるからあんまりなんか写真とか動画とか撮らないに越したことはないんだけどとりあえずまあ動画は一番多分やばいから <laughs> 写真はねところどころでねチェキ的なものとかでは撮っておきたいなってね思っております一応スマホとあとチェキはちょっとぶら下げてね持っていこうかなって思っておりますチェキだったらさすぐさ手帳にまとめることができるからさそう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  なかなかね、私ね、本当に前も言ったかもしれないけど、旅の記録的なことってさ、後で家でやろうって思ってても絶対やらないのよ。本当に。これはね、昔からそう。あ、もうこれ家に帰ってから、このなんかステッカーとかさ、あのパンフレット的なものとか、全部挟んだり貼ったりとかして、旅の記録としてまとめようって思って、いろいろ旅行先とかで持ってくるんですけれども、結構 結局ねやらないんだよねだやるんだったらやっぱ現地でやるっていうのがほんと一番いいからさその時が一番熱があるじゃんだからやっぱり現地でやるのが一番だっていうことにこの間気づいたのでなんでちょっと HB×WA5 絶対持っていくからさなんでよいしょでも HB×WA5 さ今さこの25ミリリングでさやってるけどさできるだけあっちの店舗にあるやつで持ってた方がいいのかな これだとさないからさ20あでもあれだよねあっちの商品展開で新しいのが生まれるかもしれないから別に2 5ミリでもいいのか <laughs> なかなかさそういうのって気遣うじゃんあっちにあるものを持ってった方がなんかそのさ えっと何、何お店とかでもさ、販売促進につながるしさ、そういうのを考えると、多分私はきっと、ライフォーガナイザーとか、HB×WA5 の他のサイズのやつね、まあ、25ミリだったら、シャルトルとか、サントシャペルとかが売ってるのかなって、わかんないね。それをちょっと調べておこう。書いておこう。あっちでサントシャペルとか、えっ、ー、と、売ってるようなもんなのっていうね。ここに書いておきましょうね。えっ、ー、と、 中国の蔦屋でね、蔦屋書店で、書店に売ってるラインナップだよね。売ってるラインナップとは、えー、シャルトルとかあるのかいと。<laughs> シャルトルやサントシャペルや、 サントシャペルサントシャペルだったよねシャーペルなどはあるんですかと。あるのですか。これはさ、だってさ、限定的なさ、日本でも一般では売ってないやつだからさ、これ、この手帳はさ。<laughs> よし。これちょっと後で調べましょうね。これはちょっと調べる必要が。調べて出てくるかどうかは知らんけれども。 調べる必要がありそうです調べる必要ありとまあそれによって HB×WA をどれ持っていく問題っていうのはねちょっとやろうかなと思いますどれ持っていく腹減ってきたすげえ勢いで腹減ってきたよいしょ あと、さ、なんかさ、シールでさ、もう貼れないね。もうちょっと無理だね。ここら辺とかになんか、こう、黄色じゃないやつの方がいいんだけど、この四角いやつで黄色じゃないやつあるかな。あ、こういうのでもいいか。でけえな、ちょっとなんか。 もう今からさ、飛行機とかさ、私も中国は移動の度に飛行機に乗ってたので、どえらい回数乗った記憶があるのよ、なんか。え、また飛行機え、また飛行機みたいなね。まあそれもちろん中国って広いから、陸路で行くにはちょっと無理があるからさ、やたらめったら飛行機だったわけなんですけれども、なかなかさ、自分のさ、自分旅しないので、旅しないのっていうか、あんま旅行とかも行かないからさ、 そうそうそう。飛行機に乗る機会ってなんかそもそも1年に1回あるかないかぐらいなんだよね。だから最近飛行機に乗ったのって、私札幌行く以外で飛行機に乗ったことってそんなにないからさ。あとは大体み,みんな新幹線とかね、で行っちゃうから、見、えー、頃を迎えておりました。とっても綺麗でしたと。とっても綺麗でした。穴場すぎて、そう。穴場すぎて誰も人いないっていうね。穴場すぎて。 写真撮影中ね撮影中あすごい書き方しちゃった撮影中は誰もいませんでしたともうさこれ見ててさほんとさこれさゲルインキぐらいの濃さあるでしょもうほんとこれが好きなんだよねここが好きなんだよ誰もいませんでしたよいしょ ラッキーと、LUCKY ラッキード。よしと書いといて、よいしょ。で、ここら辺には私のアカウント名の書かれたスタンプをちょっとこのね、場所にやっといて、よし で全然関係ないけれども今日から用意ねスーツケースじゃなくてキャリーのねキャリーケースにキャリーケースを用意して荷物を詰め込んでいこうと思いますと荷物を一応自分のあのー、ボディバッグは うん今のところ、ちょっと悩んでるのが、悩んでるのが、えーと、あれ、スマッシュバック2でいくか、あれでいくか。すげえ、名前でていうか、ベルロイでいくか。<laughs> あれどっちも多分スキミング防止だったというような気がするんだよね。うーんとね、スマッシュバック2の方はですね、あの、 表側のお財布機能ついてるそのポケットは全部スキミング防止のあれがついてるのね、シートが入ってるから。 そ,うそ,うそれで行くかんベルロイで行くか私がこのナローサイズを持って行ってコンパクトな財布で行くのであれば全然あのベルロイで入りますねベルロイの方が安心っちゃ安心なんだよねあのコンパクトだしさ自分の体にピタって貼り付いてくれるからさちょっとそこも決めなきゃいけないねバッグも決めようキュリキル用意して荷物を詰めて行こうと思いますと行こうと思いますと ワクワクって書いておいて。ワクワクといえばさ、あの涌井先生の連載がジャンプで始まったね。<laughs> まさかのじゃん、びっくりしたん嘘でしょと思って。そう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 。 あの、なんとかのアストロってやつね、作品がね、あの、今週から掲載されてると思うんですけれども、そうそうそう、それもね、またね、楽しみでありますね。また漫画買わなきゃね。<laughs> ということで、今日はこんな感じでね、ちょっと HB×WA5 に書いてみたんですけれども、冒頭でもお伝えした通り、私が今一番欲しいサイズですね。今一番欲しいサイズは、確か、えー、天帝が、えっ、ー、と、言っていた h m け× w m 6っていうサイズがあれば、本当一番いいなと思っております。なんで、えー、この サイズを作作り慣れててる作家ささんとかねいいたら教えてくださいもう私はめちゃくちゃ欲しいですそれが。<laughs> ということで今日も見てくださりありがとうございました。ではまた明日お会いしましょうバイバーイ